下がりなさい。この二人に悪意はない。はっ、ハンガン様。ねえ見た？このお姉さん、顔が青白くて目がうつろ。もしかして幽霊なのかな。獣王氏に所属している以上、私のことは死人と思ってもらって構わない。私のカエナはカンア、半眼としてコウ・サ・ケイ・モンの支部のうち最後を担当してる。だからあなたたちのことも何も知らないわけじゃない。ケイナイフン、種族の民、無職。先日雲気軍の師匠と一緒に水苑に入り込んだ。え、無職？いやいや、私は大道芸人で時事ネタを探してる配信者だよ。少なくともまともに仕事してるから。それからそっちは？あなたは請求列車の乗員で新作府の客人、雲気軍を手伝い剣木の災いを鎮めた同盟の友人ですね。この人が請求列車の七死人？聞かせて、ケイナイフン。ここに戻ってきた理由は何？理由は特にないっていうか、ただしばらく更新してなかったから心霊関係の動画を撮ろうと思ってきただけで。泉州には幽霊などいないと言ったはずです。泉州の住民である以上、そのような迷信に惑わされいたずらに噂を広めてはいけません。でも見たんだもん、鬼火が飛んでキーキー笑ってるところ。それにスーちゃんだって。ケイナイフンさん、ちょっと説明が難しいんだけど、あれはあなたが思ってるような幽霊や妖魔じゃないの。ケイナイフンさんは今故郷の伝説を泉州にも当てはめちゃってるんじゃないかな。あのいたずらをする者は採用って言って、すごく危険なエネルギー寄生物なの。本当？信じられない。採用？何それ。あ、わかった。泉州では幽霊のことを採用って呼んでるんだね。そういうことだよね。やっぱり尻尾に出てきてもらうしか。尻尾。はいはい、聞こえてるっつうの。うっせえな、ったく。俺様は人間に飼われた珍獣じゃねえってのに。尻尾？俺様が採用、お前が幽霊と勘違いしてる存在だ。これで分かったか？分かったならさっさとうせな。するために来たはずなのに、いざ本物を見たら大騒ぎするなんて。深呼吸、ケイちゃん冷静になって。深呼吸。こちらの尻尾様とおしゃべりさせてもらってもよろしいでしょうか。うせろっつっただろ。お前に付き合ってる暇なんかねえんだよ。幽霊じゃねえって何べん言わせんだ。それ以上喋ったら全員食ってやっからな。二人とも怖がらないで。口ではこう言ってるけど、尻尾はベジタリアンだから。ハンガン様、この炎団子は一体何なの？
一般人に危害を加えない保証はある？何か対策は？それにどうしてハンガン様がこんなものを身につけてるの？会うべきものにはあったでしょう。ハンガンには他にも仕事がありますので、フォフォ、二人を送ってあげてください。はい。お姉ちゃん怒らないで。お姉ちゃんは普段から任務で人と接する機会が少ないから、ここは私に任せて。ちゃんと説明すればこの人たちも自分から帰ってくれると思う。今の水炎の異常はいくら私たちが隠そうとしても注目されるのは避けられない。ここでこの二人を乱暴に追い払ったところできっと諦めきれなくて後で戻ってきちゃうだろうし、その時今日みたいに運よく私たちに会えるとも限らない。大丈夫、私に任せて。お姉ちゃん、二人とも構造士の増加航路が壊れたことは知ってると思う。そのせいで航路の中に封じられていた西洋という妖魔が逃げ出してここに潜伏してるの。獣王氏は今それを追って捕らえるよう命令を受けてる。だから早くここから離れてほしい。これはあなたたちの身の安全のためでもあるから、質問があったら私に聞いて、できるだけあなたたちの好奇心を満たしてあげる。でも質問に答えた後は秘密を守っておとなしく水炎から離れ、二度と戻ってこないって約束して。話のわかるハンガン様、ありがとう。聞いたらすぐここを出ていくって約束する。因果伝の6時として全知全能とまではいかないけど、あなたたちの好奇心は満たせると思う。さあ何でも聞いて。大牧師の分類によると、西洋は天外から来たエネルギー気生物、鬼火の形をした聖火の聖。例えるなら火に向かって飛ぶ虫かな。ただ西洋にとっての熱源は他でもない感情を持つ生き物の思想なの。うん、西洋は知的生命体に寄生して宿主の経験を糧に感情を味わうのが好きだから、西洋は少しずつ宿主の神経系に根を張り、その内なる欲望や弱点を利用して妄想天道に陥らせ、人を操り人形のようにもてあそぶ。そして宿主は西洋の言いなりになる。私たちはこの乗っ取られた状態を脱者と呼んでる。ここまで来ると寄生された人の頭の中にはもう過去の自分じゃなくて、自分と似ているようで全く異なる西洋しか残ってない。やがて宿主の体は西洋によって燃え尽きた薪のように消耗していくの。おい小僧、もってなんだ、もって。俺様が一番危険に決まってんだろうが。尻尾はカンア様の手で私の尻尾に封印されたの。だから他の人に危害を加えることはない。厄介なのは西洋は肉体を持った生き物じゃないから完全には滅ぼしにくい点。だから増加航路が治るまで獣王氏はこの肺炎に速形退蛇陣を設置して妖魔たちを閉じ込めようとしてるの。見ての通り速形退蛇陣はまだ未完成で、逃げた西洋も全部は回収できてない。ここはとても危険だから、ハンガンのフォフォにあなたたちを遠隣から連れ出してもらう。全部は回収できてない。それって先週の他の場所で起きた心霊現象も西洋と関係があるかもしれないってこと？ハンガン様、私は耳が早いから何か役に立てるかもしれない。必要ありません。関係者以外今すぐここから立ち去ってください。そろそろ行こっか。Attention!